JNN ニュースコープは TBS 系列にて1962年10月1日から1990年4月1日まで27年半の長期にわたって放送された夕方の報道番組である。日本初の本格的キャスターニュースショーとしても知られている。タイトルはニュースとスコープを絡ませた造語であり、その日の注目ニュースを望遠鏡や 顕微鏡などのスコープのように鋭く、わかりやすく注目するということで名付けられた。なお、国内の民放ネットワークによるニュース番組で、かつ同一タイトルの夕方のニュース番組としては、最長記録を誇っている。初代メインキャスターは当時共同通信社記者での CTBS に転籍し、1971年の初当選から2007年まで参議院議員を務めた。 天秀夫と読売新聞社の記者であった戸川勇。それ以降は古谷綱正、入江徳郎、浅野佑、天畑、三つ平本和夫と報道の第一線をリードしてきたジャーナリストがキャスターを務めてきた。1984年10月1日から50分番組へ拡大してからは番組初の女性キャスターとして TBS アナウンサー吉川美代子も起用され、1988年10月からの1年半は、三雲高江が引き継いだ。中でも他は5年半、古谷は16年間、入江は12年間、単にニュースを一方的に伝えるのではなく、そのニュースの背景や自らの視聴視聴者に語りかけるような感じでの伝え方とわかりやすい、解説が受けてお茶の間の人気を集め、 ニュースコープを長年にわたって支え、古谷はエンディングで必ず、それでは、今日はこんなところです。と挨拶することで、コッテスのおじさんとして視聴者に親しまれた。他は、TBS 成田事件の影響による降板で、自らの最終出演の時は降板、卒業については一言も触れず、普段の、それでは、皆さん、また、明日です、のところを、それでは、皆さん、さようなら。 と挨拶しただけにとどまった。キャスター企業の他にも大型映写装置、アイドホールを使い、ニュースや中継映像を流すなど、今日の日本のニュースショーの原型を成しつつ、テレビニュースを意識したアイデアは各社に影響を与えた。また、TBS では報道担当の部署について、それまで報道家だった部署を、この番組の開始に合わせて、報道局に格上げするなど、 日本においてのテレビニュースの流れを変えた番組とも言える。1968年9月30日よりカラー化。1978年11月20日の放送分より一部系列局を除いて月曜日から金曜日に副音声で英語同時通訳が放送された。なお、この番組は TBS テレビで初めて音声多重放送が実施された番組である。 これ以降 JNN の月二曜夕方のニュースは2009年12月まで2カ国語で放送され続けていた。この番組の2カ国語放送開始から数年間はサブチャンネルの英語のキャスターをトニークエスチョンとヘリクリニーが交代で務めた。番組放映時は地方の系列局が未整備でありアンタンドクカ時代の青森テレビに対しては JNN の JNN 配達協定に当てはめずに この番組を番組販売扱いでネットしていた。1984年にリニューアルしつきから金曜の放送時間を19時20分まで拡大して50分番組に、19時台に放送する民放のニュース番組では史上初のゴールデンタイムでの放送を実現させる。そして特集とスポーツニュースのコーナーを設置、お天気、コーナーキャスターとスポーツコーナーキャスターの登場も、 心みる。しばらく一定したものの結局1987年10月5日から、月金曜の放送時間は19時までに短縮された。そして1990年3月30日の放送を最後に終了し、同年4月から首都圏向けローカルニュース、テレポート6と統合し、JNN ニュースの森に移行した。初代オープニング映像で映し出された、 東京タワーこれらの映像は TBS50 年史の付属の DVD でも視聴することができる。すべて JST で表記する。略称、系列は終了時点のもの。特筆すべきものがないつぼねは放送開始から終了まで。ありがとうございます。